こんにちは、皆さん。前回のビデオのお礼をまず言いたくって、たくさんのコメントと、私一つのビデオね、あれだけのコメントいただいたことがなかったので、すっごい嬉しかったです。あとインスタグラムに DM と、あと E メールの方にも、メッセージの方いただいて、皆さん本当にありがとうございました。私から皆さんに、皆さんならどうしますかっていう問いかけに、もう友達感覚で親身に付き合っていただいて、でもほとんどの方がもうこのぐらいの文章をこう書いてくれてね、貴重な時間を私のために使っていただいて、こういろいろ情報を教えてくれたりとか、伝えたいことを教えてもらったりとかしていただいて、もう本当こんな私に申し訳ないですっていう感じなんですけど、皆さんの反応からたくさんの情報もいただけたし、それからこう私も感覚みたいのがつかめて、旦那と二人でこの数日、話し合って、今のところ息子の小学校の年度が終わるのが6月なんですね。日本だと3月だけど、アメリカだと6月で、だからその6月がいいんじゃないかなっていう話を今してます。で、今住んでるアパートも契約切れる時期なんで、6月が今のところまあ暖かくなる時期でもあるし、私たちにもまあしっくりくるんじゃないかな、今を逃したらしっくりくるんじゃないかなっていう感じなんで、今のところこう6月に向かって行動していけたらなと思ってるんですけど、でも本当に皆さんが言ってたように、日々わからないから、情報にアンテナを張って、臨機応変にしていこうと思ってますが、今のところ、6月で様子を見ようかなと思ってます。で、6月になると、こっちの学校の方とかは夏休みに入っちゃうんだけど、日本はまだちょっと夏休みまで時間があると思うけど、その間に、私たちはその引っ越しをしたりとか、いろんな手続き決めたりとか、そういう感じでやっていこうかなと思ってます。ですね、昨日の夜3時ぐらいまでここにずっとこうビデオで何を言ったかっていうのを書いてたんですよ、手書きで。私の前回のビデオで説明不足だったりとか、足りてないことを、一番初めに言った通り、その帰るには100個ぐらい理由があるんですよっていうのも言ってたけど、あとそれがやっぱり理由があっての、ちょっと初めの5個ぐらい言いましたっていう感じだったじゃないですか、前回のビデオは。なんで他にもたんまり理由あるんですよ。大体はここでこうやって声を大きくして話してるけども、私たち家族の内容になってくるから、それは別に世界にシェアしなくていいかなっていうところなんだけど、話さなかったことも前回のビデオではあって、でそれで多分疑問に思われたことも思われた方もたくさんいると思うんですけど、今日はその前回のビデオのコメントをいただいたりとかした、そのレスポンスビデオっていうのをやっていこうと思います。ちょっと前置き長くなってごめんなさいね。そうなので、その一応言い忘れないように、なんかこうビデオを編集してる時に、あれも言うんだった、これも言うんだったっていう風になりたくないから、ここにドワーッと書き出したわけですよ。なんか私がね、問いただした内容がどうしても今重要視されているトピックだったじゃないですか、それだから私の生活にも関わってきてるからっていうことだったんだけど、期待する答えっていうのはなくって、本当に率直に皆さんが私ならどうするかっていう立場で思うことを率直にただ知りたかっただけなので、中には厳しいことを言ってごめんなさいって言ってくれてる方もいらっしゃったんですけど、素直に言っていただいて全然良かったです。ですし感謝してます。みんなが見れるような YouTube とかでいちいち発信しているのは理由があるわけなんですよ。やりたいことってどんどん周りに聞こえるように口に出していけば本当に舞い起こるって思ってて、自分が言いまくれば
引き寄せて現実に現れるっていろんな経験を通して学んだんですね。だから、本当に個人の勝手な人生を語らせてもらってるんですけど、それなんでこうやってこう YouTube ビデオ作っていちいち私が何しますこうしますっていう話をさせてもらってるんですよ。でこれはさっきのビデオ、あ、さっきっていうか前回のビデオでも言ったけど、これは自分のためでもあるし、自分のこうするっていうことに対しての反響を見て、でそれで自分の背中を押すっていうのもそうだけど、このビデオの内容が役立つ、他の人に役立つっていうのも信じてるから、だから、まあ情報をシェアするっていう意味でもそうだし、まあ、私はこうやってるよ、こういう風になったよ、こうやってみたらこうなりましたみたいな、まあ、そういうのをシェアしていこうかなと思ってるんですね。昔はやりたいことがあっても周りにジャッジされるのが怖かったんで、自分の中で時間をかけて思い描いて膨らませてっていうのを繰り返してたんですね。でも気づくと時間のせいで優先順位が変わってたりとかして、こう実現させるのって結構難しかったんですよ。それだからもっとこう口に出して人に知らせて、で人の反響とか見て、でそれが自分のプレッシャーにもなって、言ったんだからやるんだしやらなきゃだしみたいな、でそうやって今私はやっていかないと、とっても大きなチャレンジをするので、なんかこう必要なんですよ、そういうなんかこうガスみたいのがで私をこうブンって押してくれるようなものがないと、こうふと気づいて、はあ、なんかもう怖い、いきなりどうしよう、やめたくなった、やめようかなみたいな、そんなになるのとかも嫌だし、だから私は声を大にして皆さんとシェアしてるんです。はい、それでですね、前回のビデオのコメントでこう私が聞いたウイルス、コロナウイルス以外のことで、まあ、意見をちょくちょくもらったんですよ厳しい意見をかなりいただいたんですね。でちょっとそれをこうアドレスしていけたらなと今回のビデオで思ってます。まず一つ目が、私のビジネスビジョンについて意見をもらったんですよ。今の日本は結婚式を挙げる人も少ないから需要が少ない、メイクアップアーティストの需要が少ないとか、あと私のチャンネルの登録者数の中から本当にどれだけの人が足を運んでくれるんだろうかとか、日本の経済を見てもビジネスを始めるという考えは甘すぎるなど、まあ、そういう感じの結構辛口な意見をいただきました。はい、でまあ正直私がこうやって発信して声を上げてるところが YouTube なんで、いろんな意見は行き交うだろうなっていうのは思ってたし、こういう厳しい内容に私は全然怒ったりとかもしてなくって、それとプラス全然そんなことは起きてないんですけど、こうコメント内でこうなんかこう言い合うみたいなのもやってほしくなくって、今こうやってね、私のビジネスを始めたいという内容にこう大丈夫なのって心配になる方は、ちょっとまず私がね、実際本当に日本に引っ越しをして、自分の身が日本にあって、まず地に足をつけて、でそこからこうちゃんと生活ができるように身の回りちゃんと整えてって、で準備万端で走り出してみてからじゃないと、分かんないんじゃないかなって思うんですよね。結局こういうことしてた人いたけどうまくいかなかったよとか、なんかなんていうんですか、海外から日本に引っ越してこうこうこうだった、まあ、うまくいかなかったとか、なんかそういう体験談を聞いても結局私とその体験談をした本人の人とは全然人が違くって、で考え方も違くって、でバックグラウンドも違うし経路も違うじゃないですか。だから頭から今はやめといた方がいい、絶対にうまくはいかないと思って言う、なんていうの、皆さんが教えてくれたのは今の日本の現状だとか、
あとこのインディストリー、あのビューティーのインディストリーのそのなんていうの今ある現状だと思うんですけど、なんかこの全部その今あることとか経験されたこととかも全てひっくるめて、あの全然私は聞く耳持つし、あそういうこともあったんだそうなんだってなってて、でもじゃあなんで私がそれの一番初めの人になれないのかなって思うんですよ。もう何年もこう貯めてきたアイディアがあって、ではっきり言って全然皆さんに見せれてないですよ。場所が整って時間がしっかりあって、でこうあの整備もちゃんとできてて、必要なものも目の前に揃っててっていう状況で、こうフェアな状態で全てで発揮して、でそれがうまくいかないんであればうまくいかないで、いいんじゃないかなと思うんですよね。なんかそこでこうお子さんがいるんだから失敗したらダメじゃないって思う方もいると思うんだけど、でも失敗しないと成功には導かないじゃないですか。絶対にうまくいく全てがって絶対ないし、で私が失敗しない限り成功にはならないわけですよ。また言ったけどで誰でも一番初めビジネスをやる人っていうのは赤字になるのが承知で始めるとか、初めの1年2年は赤字だとか、あと始めたビジネス、初めの何個かは絶対に落ちるうまくいかなくって、だけどもう本当にその何個か何個かの後にやっとこうヒットすることが起きるみたいな、そのとかも見ようけど、だから私はまだそれを自分を試してもないんですよね。でだからと言ってこう子供もいるんだしリスクが大きすぎるから安定のところにいてセーフゾーンにいて何もしないで今の状態を保ってっていうのも違うと思うんですよ。例えばだけど自分のさお友達とか大親友とかがなんかこうああしたいんだよこうしたいんだよって夢をね語っていた時に、あれは大丈夫なのこれは大丈夫なのこんなこともあるじゃんあんなこともあるじゃんってこう心配になってしまう気持ちは分からなくもないし、私も親なんでこう守ってあげようとするためにとか、こう心配ながらためにこう心配になってしまうっていうのはすごい分からなくもないんですよ。てか分かるんです、ものすごくね。でもね、その本人がよくわかんないけどものすごく自信が満々でとその人の感覚と満たされた自信、なんかもう目がキラキラでやるっていう感じなんであれば、もうその人を信じて、その自信を信じてあげて、もうやりたいだけやっておいでって私だったらその友達に言うんですよね。私が言いたいのは、こう心配してもらっていることは、こう私の説明不足とか表現の足りなさとかで、こう見ている方が私をもうなんかこの子不安だな、なんか心配だなって思わせちゃうかもしれないんだけど、でも私からこう発信して言えることは、自分について言えることは、とりあえず見守ってくれたら嬉しいなっていう感じですね。心配だなって思ってくれることは感謝してるし愛情を感じるんですけど、ちょっとその愛情を私にこう信頼として変えてもらって、で見守っていただけたらなと思ってますあとね、私のビジネスビジョンだけじゃなくって、こう趣味に私の子供たちのことも心配してくれる方が多かったんですよ。まあうちの子は転校っていうのも控えてるし、で言葉の壁もあるっていうので、私はお母さんだからまあ分かってるじゃないですか。だけどその外側から見ると大丈夫って多分なると思うし、まあ、その気持ちを私もすごく分かるし実感しているんですけど、あのね、私自身小学校の時に転校2回してるんですね。小学校2年生の時と小学校5年生の時に転校してるんですよ。で、まあ、転校やっぱり嫌な経験だったんですよね。 今でも覚えてるけど、なんか嫌だなって思ってたのがすごい今でも覚えてます。でどんな学校に行くとかはまあ親から前のうちに聞かされてて、
で親も多分私たちにとって準備はさせてたつもりなんでしょうね、その心の準備とか。でもなんか正直こう全く知らない人がたくさんいるところに一人でポンって入っていかなきゃいけなかったから、まあそういった部分での不安っていうのが結構たくさんありました。うん、で実際ね、転校してみて、なんかこう指さして転校生って言われたりとか、あとこう転校した後はまあ数日一人で歩いて家に帰ったりすることがあったんだけど、だからまあ寂しいなって思うこととかはあったんですけど、もうこの経験があったからこそなんかこの今の自分がいるのかなとも思うんですね。なんかこう転校生がみんな私と同じ経験をしてて、こう私みたいにこうあの経験があったから今の自分がいるって思っている人がどれくらいいるかはわからないんだけど、でも私はそのことをあの経験があったからなんかどこの国に行っても友達作れるし、どこの国に行っても住めるし、なんか結構まあ調節できるというか柔軟性があるっちゃったらあれだけど、なのかなっていうふうに思ってるんですよ。あの経験のおかげでって思ってるんですね。前のビデオで紹介してるし、リンクも貼っとこうと思うんですけど、私が昔、チャネリングができる先生、コリンさんっていう方に、ちょっとお願いして自分の相談事をお話しした時に、引っ越しの話ももちろんしたんですよ、彼女に。で、こう自分のね子供たちに引っ越しさせて、こう自分が経験したこう不安な嫌だった気持ちをこの子供たちにねさせるのは身勝手でこうかわいそうだから引っ越しどうしたらもんでしょうかねっていう話をしたんですよ。すごい身勝手ですよねって、かわいそうですよねみたいな、どうしたらいいですかねみたいな感じでお話したんですよ。したらなんか彼女がそのカウンセラーさんとしてね言うことはそれだから私もああってなったんだけど、こう子供がね引っ越しに対して私が感じたのと同じことを感じるかはその子次第だから、もしかしたらこう楽しいなって思うかもしれないし、もしかしたら嫌だなって思うかもしれないし、それはその子次第だってなんじゃないんですかって言われたんですよ。でもし私が感じたようなこう嫌な経験だったなみたいな、こう不安とかそういうのを覚えてるなみたいな感じの、私の今の嫌なだったなみたいな感じの気持ちになったとしても、なんかそういう気持ちも経験して大人になっていくわけだから、そういう気持ちを子供自身がねこう経験するのも親としては辛いかもしれないけど人として必要なことなんじゃないですかって言われたんですよ。でその時に私は親として一回りこうちょっと大きくなって自分の子供たちを見てあげなきゃなんだなって思ったんですね。そうだから中にはこう転校しなくてよくってずっと同じ小学校に行けてね、ちっちゃい時からでこう中学校も高校もなんかこう見たことある顔揃いでこう大きくなれる子もいて、すごいそれが私的には羨ましいなと思ってたけど、でも逆にそうやって引っ越しができる機会がある人っていうのも限られてて、でそれをいい風に取るか悪い風に取るかっていうのは、自分次第というか、そうそうそうっていう感じだったんですよ。だからいろんな意見が飛び交うと思うんですけど、子供がかわいそうだとかいろんな意見が飛ぶかと思うんだけど、私はこのスタンスで旦那と子供たちを見守ってあげたいし、もちろん身が危ないことがあるんであれば最初から食い止めたりとかして、で、何か不安なことがあったりとか辛いことがあればこう隠すんじゃなくて真っ先にこう親に言ってきてくれるような育児を小さい時からしてるつもりだし、そういった関係性を築いてきてるつもりではいるので、何よりも自分の子供たちを信じてあげて、何かあればこう私と旦那がいつでもキャッチできるようなスタンスでいてあげたらいいかなと、そういうスタンスでやっていこうかなと思ってるんですよ。
あのハーフだっていうのがあるからアメリカと日本の教育を受けられる、まあ、立場じゃないですか、うん、そういう機会を与えてあげられることができるし私たちはなんで、まあ、両方経験できるのも、まあ、いい機会だなと思ってこうなんだろうアメリカの教育に慣れちゃって日本に来ると日本は最悪ですって言ってる人とかもいたんだけど、まあ、両方経験してできるんだし経験させてあげたいなっていう感じでいますね。本当にあのこの私の子供のことを心配してくれるのとかはあの本当にこうストレートに愛情っていうかやっぱり小さい時から見てくれてる人もいるんでうちの子たちが小さい時から見てくれてる人もいらっしゃるし私が子供生まれた時から見てくれてる人もいらっしゃるからやっぱり愛情がこもっちゃって心配になってくれる気持ちはものすごくわかるんですけど私の子供を心配してくれる方は、まあ、ホープさんの子だから大丈夫だろうみたいな感じで思ってくれたら嬉しいなと思ってます。あとですねあの日本に帰ることについてこうアメリカで生活を続けた方がいいんじゃないのって言ってくれる方とかあと日本に来てからなんか想像してたのと違うどうしようみたいな風になってほしくないとかあとこう日本はオーガニックで作られた食べ物とかも少ない手に入りづらいし学校や人の考え方もまだちょっと古いから生きづらくなるんじゃないかっていう意見もいただいたんですよ。なんか私が思うに食べ物に関してはなんか例えばね暖かいところの地域に住む人たちいるじゃないですかアイランドとかに住む人たちってそこの暖かいところでできた食べ物を食べますよね。だからバナナとかマンゴーとかパパイヤとかお魚とかなんかそういう感じじゃないですか。で逆に暖かいところ行くとなんかこう根菜類とかでこうシチュー系でこう煮詰めたものとかなんかそういう、こう体が温まるようなものとかを食べるわけじゃないですか。住む場所に合わせて食べ物を変えるっていうのは、大切なことだと思っててその天候とか環境とかで体調も変わるわけだしね肌質とかも変わるわけじゃないですか。だからそれに合わせて食べ物を変えるっていうのはあの全然私できるしあの日本に帰るからアメリカで食べてたものと同じものが食べられなくなるどうしようっていうパニック感は全然なくってなんていうのかな、うん、本当にその行った場所住む場所に合わせたものを食べようと思ってるんでオーガニックなど国から決められた食べ物は手に入りづらいかもしれないんですけど、まあ、今アマゾンとかもあるしねアイハーブとかもあるからまあそこそこ手には耐えると思うから手に入られる範囲だったら全然手は出そうかと思ってるんだけどやっぱりこう身近で野菜とかねそういう果物とかそういうのになってくるとやっぱりオーガニックで国からこう決められたものっていうのは手が入りづらくなるのはまあ分かっている承知なんですよ。でだけど、そこで薬草とかを使ってない食材をこう手に入れることって結構不可能じゃないしあればこう敏感になりすぎずある意味なんか こだわりながら調整してやっていこうかなって感じなんでうん、アメリカはほらオーガニックのものがこう本当に今の時代だからっていうのもあるんですけど本当に手に届くところに全然いっぱい売られてるようになったんですよ。でそういう大きいスーパーあるじゃないですかウォルマートとかあとホールフーズとかもそうだけどなんかああいう大きいもうあの食料品のスーパーは自分たちで畑を持って大量にそのオーガニックの食べ物を生産してるんでやっぱり安いか買えたりとかしたんですね。なんでやっぱりそれが目の前に安く売られてたらね、オーガニックとオーガニックでない食べ物だったらやっぱりオーガニック買うじゃないですか。だからまあうちの食材はオーガニック多かったし気をつけて買ってたしだけど年々やっぱりこう考え方も緩くなってきて物によってはオーガニックじゃなくても大丈夫なんじゃないかっていうのもいっぱいあったからそこら辺は全然気にしてなかったし物によってオーガニックだとものすごい高いものとかやっぱり手は出してなかったしその分やっぱりオーガニックじゃないけど同じものとかでだけどこう洗うのをすごい気をつけたりとかしてまあそういう風にやってたんですよ。だからまあそういう感じで食べ物をやっていくつもりですこう神経質にならずにやっていくつもりです。アメリカで
生活してきて日本を振り返った時にこうすごく興味深い国で、まあ、日本って面白いんですよね本当に。そういったところも経験できるのすごい楽しみで今から。で私がアメリカに来た時が、私が24歳の時だったんですけど、正直まだまだ未熟だったんですよ。私24歳とは言えど何も知らなくって、日本のこととかも正直分かったようで分かってなくって、恥ずかしながら今32歳で日本生まれ日本育ちながら日本の知らないことたくさんあるんですね。政治のこととか歴史とかもそうだし、学校で習った歴史よりも何倍とやっぱり歴史っていうのはあるわけじゃないですか。日本は歴史深い国だし、だからそういうのとかも結構知らないことが多いから、もう何でもそうだけど日本のことをもっと知りたいし勉強したいなって思ってるから、今回帰るのをきっかけにこう日本はこうだよってこう海外の人にちゃんとしっかりと言える風になりたいし、だからまあそういった意味でも引っ越しすごい楽しみにしてるし、どの国もいいところ嫌なところあるわけじゃないですか。なんか皆さんコメントでいっぱい書いてあったけど、日本はこうで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 、アメリカのはこうでこうでこうでみたいなあるじゃないですかね、エンドレスで。私は旦那さんがミリタリーを辞めてから、こうミリタリーにいた時っていうのは手厚いサポートがあったわけなんですよね。だけどそれがこう辞めた瞬間になくなって、で自分たちで本当に一般人としてアメリカで踏ん張って生活していくことになって、まあ、すげえ大変だったんですよねでその時にね、客観的にこうアメリカと日本の住みやすさというか違いみたいなのを客観的に考えることができるようになったんですよ。でそうやって見た時に、本当にどっちの国もまあいい点悪い点あって、どっちがいいとは一言でまあ言えないんですよね。私はなんか日本の学校の掃除、あれいいなと思いますね。日本ってさ、自分たちが使ったところは自分たちで綺麗にする、自分が汚くしたところは自分で掃除するっていうシステムじゃないですか。小学校の時から、で小学校中学校高校と自分の汚したところは自分で掃除するみたいなあるじゃないですか。アメリカは管理員さんがいて、その人たちがお掃除してくれるから、もうね、責任がないですよ。自分の汚したこととか自分のしたことに責任があんまりない人が多いから、そういった部分でそういうのもいいなと思うし、そう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 なんですよ。だからね、こう日本に帰ってきてこうじゃなかったのにとか思ってもらうと嫌だとか言ってくれる人もいたんですけど、楽しみなんだよとにかく。本当に楽しみで仕方がないですマジで。だしそうやって思うこともないとは言えないと思うんだよ。そうやって思うこともないとは言えないと思うんですよね。だけどそれを経験していてもいいじゃんって思ってます。あとね、もう一個辛口なコメントでね、親に頼ろうとする考え方が甘いっておっしゃってた方がいらっしゃったんですよね。そうなんだけど、ね、こっちに来て子育てしてきて頼ることって大切なんだって学んだんですよね、できないことはできないって言ってノーって言いたい時はノーって言わないとダメなんだなって学んだんですね。でこれがその日本人の良くないところっていうか、できないのに大丈夫です、できます、できます、できますって言い続けて最後もう爆発するみたいな、そうなっちゃう結局ダメなんじゃうわけじゃないですか。でもそのちゃんと世の中の日本のお母さんたちはその爆発する手前はになったらこらえてる、上手に。で超つってこらえてる方がいるから、いまだにそう、なんていうのかな、甘えるなんて、なんか責任を他人に押し付けるなんてみたいな感じで考える方が多いと思うんですけど、できない時はできないって家族にサポートをお願いするべきだと思うんですよ。でなんかそういうことができない人って世の中たくさんいると思うし、私もそうだったんですけど、でもなんか結局家族ってサポートするためにいるわけじゃないですか。結局家族ってそういうものじゃないですか。昔はね、親が近くにいたとしても絶対に頼りたくなかったし、こう迷惑かけたくなかったんですよ。一人暮らしの時もそうだったし、キャメロンを妊娠してた時もそうだったけど、
迷惑かけたくなかったんですね。うん、だけどでも離れて暮らしてすごく大変で、でそこから家族ってどういうものなんだろうっていうのを改めて深く考えたんですよ、旦那と一緒に。でそしたら私たちはこう家族をひっくるめての、家族みんなをひっくるめての育児、子供たちを育てていくっていうスタイルをしたいっていう考えにたどり着いたんですね。だし子供たちにもそれが一番いいと思ってるし、身勝手で親のことも考えないとみたいな感じで言ってくれる方もいたんだけど、そういうつもりじゃ全然ないんですよ。だし、私の両親も期間が離れて全然会えてないから、やっぱり子供たちと時間過ごしたいって言ってるし、まあもう本当に何だろう、楽しみなんですよね。とにかく本当にね、楽しみなの。そんな感じなんです。てかさ、全然またあれよね、まとまってなくてごめんなさい。なんか私今喋ってるところが自分が住んでるアパートの中の会議ができるようなお部屋があって、そこに今いるんですね。なんで全然アパートに住んでる人たちが通るからちょっとこう気を取られたりとか、あと話し声が入っちゃったから入っちゃったかもしれないんですけど、そうだから、あと文章をこうやってね、カンペを見ながらお話ししてたんで、こうなんだろう、ちょっとこう心詰まってないんじゃないのって思うかもしれないけど、全然詰まってますからね、全然詰まってます。次のビデオですね、どこに引っ越そうかってもう決めてるんで、そのお話をさせていただこうかなと、させていただこうかなと思います。もう神々ごめんなさいね。はい、長くなって、見ていただいてありがとうございました皆さん。こんなカンペ見まくってごめんなさいね。ではまた次のビデオで会いましょう。バーイ。お付き合いありがとうございました。